い、どうもアバンティーズのエイジとチリメです。まあ、今アワハウスにスカイピースの2人が来てるんですよ。フライピース意味が分かるアーセルチューニング。ということで、はい、今日はねこちらです。じゃじゃん、この日焼け止めをスカイピースの2人にバレずにどっちが先にね使い切れるかっていうバトルをねしていきたいと思います。負けた方は日焼け止めを一気飲み、うん、死んじゃうよそれ。いつものやつ聞いてくれよ。もうマジで行くぞ。行っちゃいましょう。25番か25番聞いてないですけど、食べてないのに美味しいって女子アナみたいな。あの、高いわ。負けられないわ。あと、ヒントねえよ、ずっとヒントね。これでどう？聞かないわ。ハッピーバースデー。危ない。ラッドウィンプスのセプテンバーさん。おお受けてみなさい。これは強敵だな。事務所にもらったの。そんなことはあるさ。負けられないわ。めっちゃ熱いやん。何してん？誰も見てないとこで君さんとか言いながら、なんか塗りすぎでしょ。めちゃめちゃ普通に顔変わっちゃって負けました。いやでも俺も一番安全やと思ったよ。まあ圧勝だよね。値段をかけてらっしゃる。そうなんですよ。なんか最初塗ってんなと思ったよ。よく見たら半端ない色使ってるから。なんだなんだ、ここ取っちゃって大丈夫。なんだなんだなんだ、なんか取ってんのか。ここもある、ここもあります。あー、なんだなんだ、あら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 、わかんない。なんだなんだ、バレずにどっちが先に日焼け止め、日焼け止め塗り切れるか。あー、全部全部へぇ、それはへぇってなるよ。